赤いソースをかけたもも,も,も調理中の桃桃は広くチベット文化圏で食べられる小籠包、蒸し餃子、肉まんに類する食べ物。小麦粉をこねて薄く伸ばした皮で具を巾着状に包み加熱した料理。チベットでは具は野菜とマトン、薬などの肉が用いられる。これを揚げた場合も桃と呼ぶことがあるが通常はコテイと呼ばれる。 作るのに比較的手間がかかるため、家庭での通常食ではなく、トゥクパと同様に特別食である。ネパールでも一般的なためネパール料理と思っている日本人も多く、実際ネパール料理店のメニューに含まれるが、本来はチベット料理と受け止めるべきである。街でよく食べられる料理で価格は40ルピーほどで一皿。クリーム色にちょっと茶色系統を混ぜたタレで食べる。 トマト色をしたピリ辛のソースもある。満州族も晴れの日に大量の餃子を食べる習慣があり、チベットと新朝との関係が深かったことに鑑みても、中国からの伝来や影響が強く見受けられる食べ物である。チベット語の桃は、具のあるものだけでなく、具のない饅頭をも含めた類似食品の総称である。チベットの老婆族も、具のないマントを桃と呼んでいる。 中国先生賞や甘粛賞などでは小麦粉をこねて、加熱したパン様の食品を広く、と呼んでおり、関連が考えられる。キルギスのドンガン人も、各種パン様の食品を、または、と呼んでいる。内モンゴル自治区では、和、グイリのパオズも、具のないマントウも含める。青海省、山西省、山東省、厚生省、湖南省、福建省などでは、和のないマントを指し、 ウイグル料理でも、桃あぐのないマントウを刺す。西安では、単に、というと焼き餅を刺すことが多いが、蒸したマントウは、蒸し、ハンバーガーのように肉などの具を挟んだ焼き餅は、今日、細かくちぎって、洋肉のスープをかけたものは、泡というように、には、広いバリエーションがある。なお、チベット語で、水餃子は、モートクチベット文字、ワイリー方式、マグサグと呼ぶ。 ありがとうございます。